旅へようこそ。旅本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのユニコーンフルーツループというシリアルを食べたいと思います。なんかこんな変わり種のシリアルもあるんですね。そのままつまんでおやつにもちょっと雰囲気ありますけど、はい、こういう風になった。でもやっぱりシリアルといえばヨーグルトに混ぜたいですよね。というわけで今回も用意してます。では早速準備していきましょう。ちょっと待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。準備できましたが、ちょっと今までのシリアルに比べるとはるかに量が少ないですよね。少数精鋭みたいな感じなのでしょうか。それではいただきます。形も独特ですけど、味も他のシリアルとはやっぱり違う気がしますね。あれ、この味ってこれが一番強い。多分いろんな味の フルーツがシリアルに塗り込まれてます。食べた感じオレンジが一番味が強く出てきましたね。なのでオレンジ味のシリアルといった方がいいかもしれません。結構ありそうになかった気がして美味しかったですね。ヨーグルトの相性も酸味が効いてて良かったですし、オレンジが好きな方にはおすすめできます。もちろん他の味もあるのかもしれませんが、ちょっと自分には感じられませんでした。なのでそこはちょっと残念かなということで、こちらの点数とさせていただきます。それでは駒回し、恋になるのに回りけり。まあ駒も恋も回るものですからね。いや恋は違うか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか。もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。